さあ、毎週木曜日はシリーズでお伝えしている子どもの未来です。障害などがある子どもたちに運動教室を開く女性、キーワードは親も子どもも楽しむです。生き生きと自由に遊び回る子どもたち。ここは特性があったり学校に通っていなかったりする子どもが通う運動クラブです。この運動クラブを一昨年から開催しているのがインストラクターの木村真奈美さん。楽しいがメインです。途中で出て行ったりとか、やりたくないってなって来なかったりとかすると、本人もお母さんたちも他にもどこも行けないっていう感じになってくるので、木村さんが大切にしていることは楽しむこと。決まったやり方を強制するのではなく、子どもたちは自由に思い思いの時間を過ごします。誰も見ないやん、先生がやば。楽しいですか？はい、よくわからないけど小さい子と触れ合えるのが楽しいかな。楽しかった。どんなところが楽しかったですか？全部次の体操運動教室も来ますか？来ます。来ます。木村さんが運動クラブを始めたのには理由があります。ダメ、もうダメ。10歳になる長男は自閉症です。2杯目、ジュースの2杯目を飲みたいっていうやつだったんですけど、ダメっていうと今みたいに物に当たったりとか、そういうのされますね、よく。長男が自閉症と診断されたのは3歳の頃。周囲との違いに悩まされる日々が続きました。ダントツで一番言っていたセリフが、もうすみませんっていう言葉で、やっぱりスーパーに行って息子がお菓子が欲しいって言ったらちょっと泣くぐらいだったらいいんですけど、本当の絶叫でもうギヤーって言われるたびに周りの方にすみませんって言ったり、同じような家族が周囲の目を気にせずのびのびと過ごせる場所があれば、そんな思いで運動クラブを開催することを決めたのです。すみませんって言わなくてもいい場所っていうのは、子どもが安心して遊べる場じゃないかなと思って、障害を持っている子どもの親が笑顔でいれば、その子どもたちも笑顔で安心した生活ができるっていうふうに思っているし願っているっていう感じですね。はい、我慢しないことも多いんですけど、こういう広い場所を提供していただいて、自由に制限なくやらせてもらったらすごく助かります。待てない、参加できないっていう時に、やりたくなったら来てねとかいう声かけで、その理解があるので、私たちもその見てて負担じゃないっていうか、本人の自主性をその尊重できてる気がするし、誰もが自由に過ごせる場所をもっと広げたい。木村さんは今新たなことに挑戦しようとしています。それは出張型の遊び場です。持っていくための遊具や絵本などを購入するために必要な80万円を目標に、クラウドファンディングで寄付を募っています。すごくちっちゃなコミュニティだけど、ちっちゃな家族みたいな感じで、いろんな子どもたちが各地で楽しめるような教室の展開をできたらなと思ってます。木村真奈美さんが描く子どもの未来、それは障害がある子どもたちだけではなく、その家族も楽しむことができる笑顔があふれた社会です。